今回は暗示というホラーゲームをやっていきたいと思います。このゲームなんですけど、自分が働いている会社のビルの、エレベーターが壊れて仕方なく屋上から、一番下の階を目指していくホラーゲームらしい。それじゃあやっていこうか。赤い扉、なんか最近この景色見たような気がする。20階、うわ結構降りるな。で、他の社員の人はいないのかね。女性の方かな、影見る感じ。こんな赤い扉がさ続く会社ある？まあ、昔はあったのかもな。わ結構高いよ周りのビルも。これなんかさ、もやかかってていい感じだね。19階、なんか降りてく間にね、結構いろいろ怖いことが起きるみたいな。誰もこんなとこでビール飲んだの、こっそり。ダメだよ、仕事中は。帰ってから飲んで。でも俺、次の日がかさ、会社の時、絶対、なんかお酒飲めないわ。大丈夫？まだ、誰か飲んでたのかな？なんかさ、別に残らないんだけど、少しなら、その、アルコール。でもね、なんかね、なんかその、ワンチャン体調悪くなるかもしれんと思って、絶対飲めなかったわ。17階。今のところなんもない。今のところね、誰かが仕事中にビール飲んでたぐらい。これこのまま15回ぐらいまでいけそうじゃない？多分ね、10回切るとね、本気出してきそう。ちなみにこの横にさ、あ？なんか影動いてなかった今。気のせい。大丈夫か？この横にさ、黒帯が出てるじゃん。これね、お使いのスマートフォン、パソコンは正常です。こういうゲームなんで。なんて言うんだろう、縦型のスマホ画面っていうのかな。最近こう思ってんのさ、ゲーム流行ってるの、ゲームっていうかこういう感じの、なんて言うんだ、画質？画面？今度なんだあれ、灰皿？こっそりタバコじゃないこれ。こっそりタバコもやめ、あっ。14。4がつくところは危ないって聞くけど。誰誰誰誰、ちょ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 、ドタドタやめて。なんかでもあの勢いはお子さんの勢いだね。子供がいるのかな？ここで事故があったんだ。この影がさ、なんか後々ぬってなんかありそうじゃない？あ、入ってます。なんすか？エレベーター直った？またカランカラン。すごいじゃん。いや、俺もね、そんな怒らなくて、俺もね、辛いけど、歩いて降りてんのよ。な、降りな？歩いて。13も確かね、不吉な数字じゃなかったっけ、海外とかだと。なんだっけ、日本だと4と9。まあ、死ぬと、まあ、苦しむ。で、13はもともと海外とかで不吉な数字？他になんかあんのかな？だからなんか、あれだよね。日本のホテルとかってなんか4階と9階がなんかないみたいな、なんかなかったっけ昔。でもなんか普通にあるような気がするんだけど、最近の。そういう宿泊施設。今はなんかそういうのないのかな？それ都市伝説じゃないけど、そういう、なんて言うんだろう。なんか語呂合わせみたいなね。あれ？もう帰っちゃうけど。俺が降りるのが早すぎて、もうちょっとゆっくりこう、今のカランカランとかでさ、驚いて、立ち止まらなきゃいけない？会いたくない？どっち？どっち？会いたかのような音しましたけど？会いたかのような音は会いたかのような音でだけであって、会いたわけではない。こう急にバッと開いたりするんだね。これゆっくりさ、ゆっくりっていうか、なになに、またお子さん、お子さん、お子さん走らせないで、こんなとこで。危ねえから、まず。9階。ここなんか起きそうじゃない？今回ね、このゲームの制作者の方が多分、日本の方っぽいんだけど、ワンチャン9階でなんかあったりする？苦しむ9階、特になし。急に、いや、目の前から来るかもしれない。特にない。あれもあとちょっと家まで。
これ8回。あれ、マジでない。終わってしまって構わんのか。恋しない？俺の頭の上から声聞こえるんだけど。いや、下か？あ、いや、声だけだ。あ、あららら。あららら。赤い女性がいたね。ここから落ちて亡くなった人かな。赤い女性が佇んで何かを訴えかけてたようだけど。まだいるね。正面か？チカチカしてるってことは、多分近くにいる。なんか訴えかけてるね。この下かな？でも今んとこさ、俺が今一番怖いのさ、やっぱこの女の人の影なんだけど。あ、でも声だけで特にないな。あ、いるわ。多分お使いのスマホ PC は正常だと思います。あ、落ちたわ。もう一度さ、ゲームを再起動してみたら、この転落現場みたいなところから始まったんだけど、いや、やっぱ演出っぽかったね、あの終わり方。これが破れてるのがね、間違いない証拠だよね。あ、なんか珍しいね、こうやってゲーム自体を落として、なんて言うんだろう、次に進むみたいな。いや、ただ13階からちょっと登っちゃったよ。あれ、女の人変わった？影の形、なんか意味があるのかな。あれ、こんな格好だったっけ。なんか影の形が変わったような気がするんだけど、これも何かさ、演出とかなのかな。あれ、これ元からチカチカしてたよね。出たわね。割れたけど、これどこ、上か下か。これ何回もゲーム落とされるのかな。11回。これ佇んでるパターンといろいろあるんだよね。ゲームが落ちてもお子さんが走るのは健在。でも次はどんなさ、怖がらせ方をしてくるんだろうね。でも確実にさ、赤い女の人はまた出てくるね。なんか最近さ、赤い女の人のホラーゲームよく見るような気がする。やっぱ赤色、やっぱ怖いのか。真っ赤な服着てる女の人って見ないもんな。9階、苦しむかもしれない階。でも何階から来たっけ。8階ぐらい、あの女の人がさ、がっつり来たの。あの、電気パリーンから特に何もないんだけど。8か7で落ちたやな、このゲーム。あ、電灯がチカチカするということは、このライトが。来るのが正面。いや、後ろ。上。何でもある。はい、割れました。落ちてきたりとかすんじゃないの、これ。お子さんすごくない？お子さんなの？これっていうか。あ！天候も悪くなってきた。で、これ外を見た瞬間さ、上から落ちてくんじゃないの？これ。はい、雨が来る。すげえ土砂降り。なんか雨来るとさ、ちょっと恐怖感薄れない。なんか ASMR 感があってさ、
なんかいいよね。この音、恐怖心を和らげてくれる。ただ、奴は来るぞ。そんなの関係なしに。でも帰れそうじゃない？もう。マジですごい雨の量。さあ足元気をつけて。滑るよ。あ、なんか今、うわっ、うわっって言わなかった？女の人の声が聞こえたんだけど。うわっ。あ、気のせいか。光の当たり方合ってるか。何うわって。なんか落ちてきた？表面も大丈夫。あー、なんか地上っぽくなってきたよ。横のビルのさ、屋上が見える。これ13階からさ、飛び降りてくんじゃないの？最後に。私がどう亡くなったのか見せるみたいな。はい、5階。え、雨が降るようになってから急に何も起きなくなったんだけど。これ自体が怪異。帰っちゃうよ。もういい？ほら、横の外壁が見えてきた。4階。4階は来るだろ。死の4階、ほら。急に雨止むな。今止むの。4階は出たじゃん、やっぱりな。日本の方、確定？いや、もう、ぴょんって行こうぜ、ぴょんって。大丈夫？ゲームの中だから。え、これ、このまま帰らせてくれんの？ 3 階だけど。てかさ、俺の影なくなってない？高いところだから影が映るとかないよね。あれ？もう、影がないってことは俺死んだってこと？なんだっけ影が映らないの。吸血鬼だっけ？俺影取られた？今、なる？相手はないか。え、マジで俺影なくなってない？あれ、消えちゃった影。わあ、もういきなりさ、今何階？ 2 階かなんかじゃない？今2階っしょ。これ来るんじゃね？最後バッて開いて。バッて開かない。ただ近くに小僧がいる。これラストだよね、1回。何それ、またビール飲んでる。ムービーだ。え、普通に帰れちゃうの？いや、普通に帰れるわけないよね。上から来た！あ、なんかまたバグった。あ、赤い女の人が？あ、終わった。